招き手のラーヤ。その名の通り、アセビトを火山館に招こうとする NPC だ。ラーヤとの出会いは、ココリエーニエから始まる。ここから少し離れたボロ屋に住む、ならず者に大事な首飾りを盗まれたようで、プレイヤーに対し、代わりに取り返してくれないかと、懇願してくる。無事に取り返してあげると、火山館への招待状がもらえるのだが、現時点では火山館には行けない。アルター高原にたどり着き、そこで待つ彼女に話しかけると、火山館まではアップすることができるのだ。そんな、ラーヤであるが、今回は、拒絶してみたいと思う。祈祷拒絶は、円卓の古輪から、1500ルーンで購入できる伝説の祈祷で、あらゆるものを吹き飛ばすことができる。アセヒト諸君は言うだろう。あの、トマトちゃん、ラーヤは、拒絶が高な HP。と。そう、彼女に対して拒絶をしても、やめてください。と、黄色いバリアで防いでくる。吹っ飛ばないのだ。なお、拒絶だけに限らず、攻撃も通らない。彼女は、無敵なのだ。アルター高原に移動したラーヤはどうだろう。火山館への招待状をもらった後、祝福黄金樹を望む丘から階段を登ると、彼女はいる。黄色いバリア。ジャンプしただけなのに。先ほどと同様に、黄色いバリアを張っている。拒絶も向かない。どうやら、このタイミングでも、拒絶や攻撃を食らわせることは不可能なようだ。クソったれ。その後、火山館まで招待され、彼女を拒絶しようとするが、火山館は、不戦エリアであるため、そもそも彼女に攻撃判定はない。アセヒト諸君は言うだろう。じゃあもうラーヤに拒絶できないっぴね。と。諦めるのは早いっぴ。そう、このラーヤのイベントには続きがあり、火山館の裏側にて、蛇の羊膜を入手し、彼女に手渡すと、何かを悟る。彼女のイベントのまとめについては、概要欄などからご視聴いただきたいが、彼女は、普通の人間ではない。そのことを知り、自分の目で確かめるべく、彼女は、火山館から出ていくのだ。彼女の行き先は、ここだ。火山館の裏口から進んだ、この窓から降りると、いた。めっちゃ落ち込んでいる。どうやら、疑惑が確信に変わったらしい。自分がどういう存在なのか知ってしまい、絶望しているようだ。プレイヤーに対し、殺してくれとお願いしてくる。この状態になれば、そのまま放置するか、忘却の秘薬を飲ませるか、あるいは殺害するか選択することができる。基本的に、放置するのがハッピーエンドだ。放置した後で、再度訪れると、そこにはプレイヤーに向けた手紙が置かれており、彼女が前向きに生きていくため、旅に出たことがわかる。しかし、今回は、ここで、拒絶してみたいと思う。これまで散々お預けを食らった、拒絶をしてみたいと思うのだ。今ならバリアはない。吹っ飛ばすぞ。行くぞ。死ねえ。吹っ飛べえ。ひぃー。ひぃー。飛ばねえ。で飛ばない。バリアはないはずだが。あ。Thank you. My champion.
誰がこんなひどいことを。ご視聴いただきありがとうございました。喜んでたからまあいいか。